お、なんだ抜けた。遅れんなよ、ピッチ細かいからね。早め早めのエッチングで回し、胸回さないように。はい、ほら、押せんだよ。おー、穴掘んなよ、お前。これ誰？これ高橋地図です。速くなったりそこで自分で動かなくなるよ。おいしよ。ほらサトシ、お前割れてきたね。まあああいいぞ。タイミング遅れないように上は積極的に逆手使ってね、振り幅のあるところは逆手やめて戦略的に使いこなせよ。はい。お、下まで行くのか。はい、なぎさ。この、ああいうところの受けるところ。バカでしょ、お前。まっすぐのところまっすぐ行っちゃダメなんだよ。はい、言うと。ほら。お願いします。いいか、逆手いくと極端にラインがまっすぐになるわけね。そこから振り幅のあるところに入っていくともうアップアップになるから、その辺はちょっと、はいはい、よし、頑張ったっしょ、これ。タイム取れてっかな。
つまんない。ほら、まっすぐ行くな、ほら。ほら、落とせ。ラクさん、もう少しね、落としてもいいけどね。ただ、エッチングね、仕掛けながら落としていかなきゃダメだし。横は横スピンでね。縦のラクさんあるとこ、もう少し落とせるよ。はい。胸と一緒に回してスライドかけちゃダメだぞ。はい、あ、いいぞ。うん、曲線曲線、どんな時も曲線で、曲線、いいぞ。おお、サトシ君、今まで見てきた中でスラローム一番。外腰、外腰、ほらほら、ここの片斜面の右下がり、こことかねえ、よくこんなんで入れるよ。まあきちっと膝のセットして、腰のスライド落とし込み使って、でいけよ。フル回、腰高く、負けんな、両膝、膝、膝、両すね、すね、オッケー、いいよ。ほら、今んとこよくイン取れんの。タンタンタン、膝の返し。はい、じゃあ行きます、お願いします。後半ちょっと消極的だよ。後半の大斜面は、はい、ここはバンク、今のとこ見てなきゃダメだろうな。あそこはバンクの抜け口の角度までしっかり、ま、回すっていうか、スキーの向き変えてこなきゃダメ。一途2セット目、ああいうところは埋まったなと思ったら前に引っ張らなきゃダメ。はいよー、まっすぐなところ戦略的にね、戦略的にまっすぐなとこ、振り幅のあるところ。はい、あそこ埋まったら前抜かんけダメだね。誰だ、お、腰の高い位置しっかり出してね、ももひねってね、落差インターバルかなり変化あるよ、しっかり落差インターバル合わせて。はい、
はい。ここ。いいよ。不合格の点数は誰かでいますか。あのお願いしたのは、あの接面コンタクトを重視した、あのいわゆる吸収動作、電流要素です。